いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはユーバーレーム、ユニコーンライオン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシムカミル行きました。続いて前へ行くのはユニコーンライオン。では前の方から見てみましょう。テネス先手を取りました。ユーバーレーム、すぐ後ろ、さらにはユニコーンライオン、シムカミル、そのうちに続いています。間が空いてハーツイストワール、その隣にレオーロイヤル、すぐ後ろにレアリングタクト。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その外からガノンベルーガ、並んで15番シャフリヤール、内からはグランドグローリー、その外にポッテリー、内からは空手、赤の帽子ベナーズール、その後ろ、すぐ後ろにベルトライゼンデ。1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。その後ろにシャドウディーバ、内からはオネスト、その外にビッジマン、しんがりからトラストケンジン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度。7番テネス依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ユニコーンライオン、それに続きます。さあ先頭は依然として7番テネス、ユニコーンライオン、ほとんど差がありません。ユーバーレーベン3番手、後続も追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。テネス先頭、外から勢いよくユーバーレーベン、ここで先頭はユーバーレーベン、外からシャフリヤール、残り 200m、 シャフリヤール先頭だ。しかし残りわずか。2番手はユーバーレーベン、シャフリヤール先頭だ。シャフリヤールゴールイン。2着にはどうやらボッテリーニ、3着にユーバーレーベン。いよいよ発走です。スタートしました。テネス好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してテネス花に立ちます。その後ろからはユニコーンライオン、この馬も上がっていく構えです。さらにはボッケリー、1番シムカミル、その後ろテネス先手を取りました。間が空いてレオーロイヤル、その外からユーバーレーベン、並んで14番ガノンベルーガ、その横にシャフリヤール、内からはエアリングタクト、ベルトライゼンデ、そのうちに続いています。その後ろにグランドグローリー、すぐ後ろにハーツイストワール、内からはオネスト、黒の帽子トラストケンジン、その後ろベナーズール、この馬もこのグループ、その外に空手、内からはシャドウディーバ、その隣にビッジマ。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。これは縦長の展開です。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、一気に先頭に立ちました。9番ユニコーンライオン、リードは1馬身から2馬身、これに続いてシャフリヤール、並んで7番テネス、そして大きく離れてボッケリー、この位置です。並んで13番レオーロイヤル、大景気を通過していきます。先頭は依然としてユニコーンライオン、まだ粘っています。シャフリヤール、ほとんど差がありません。テネス3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ユニコーンライオン先頭、外からシャフリヤール、テネスいい足、ここから勝負をかける。ユニコーンライオン先頭、残り 200m、 ここで先頭変わってシャフリヤール、ガノンベルーガ抜けた。2番手はベラーズール、ガノンベルーガ1着、2着にはどうやらベラーズール。いよいよ発走です。スタートしました。ガノンベルーガ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してガノンベルーガ花に立ちます。その後ろからはユニコーンライオン、この馬も上がっていく構えです。さらにはテネス18番ボッケリーニ、その後ろ先手を取ったのはユニコーンライオン、レオーロイヤル、それに続いています。並んで1番シムカミル、これに続いてベルトライゼンデ、その外にユーバーレーベン、これに続くのがレアリングタクト。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。赤の帽子グランドグローリー、その後ろ、その外からシャフリヤール、その隣にパーツイストワール、シャドウディーバ、それに続きます。並んで6番ベラーズール、その横にオネスト。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。すぐ隣に空手、その後ろからはトラストケンジン、しんがりからビッジマ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、7番テネス、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、ユニコーンライオン、それに続いています。すぐ後ろにガノンベルーガ、大景気を通過していきます。さあ先頭はまだ7番テネス、2番手はユニコーンライオン、
ダノンベルーガ3番手、後続集団も追い上げにかかります。ヒュネス先頭、外からダノンベルーガ、ユーバーレーベンいい足、ここから勝負をかける、内から下上ヒュネス先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってダノンベルーガ、ベルトライゼンで迫る、ベルトライゼンでかわす、ベルトライゼンで、ベルトライゼンで1着、2着にはどうやらダノンベルーガ、3着に空手。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは帝王ロイヤル、メアリングタクト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してメアリングタクト鼻に立ちます。その後ろからは帝王ロイヤル、この馬も上がっていく構えです。オネスト、どうやら後方からの競馬では、前の方から帝王ロイヤル先手を取りました。内からはテネス、その外からユニコーンライオン、さらにはメアリングタクト、その後ろにシムカミル、少し離れてロッケリー続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ハーツイストワール、その前に進出、その外にユーバーレーベン、その隣に空手、その横にシャフリヤール、グランドグローリー、そのうちに続いています。並んで6番ベナーズール、 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。すぐ隣にダノンベルーガ、内からはベルトライゼンで、その外にリッジマン、シャドウディーバ、それに続いています。白の帽子オネスト、その後ろホラストケンジ、この馬もこのグループ、各馬がタープの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過、この辺りで先頭が変わりました。テネス、2番手はユニコーンライオン、帝王ロイヤル3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。テネス先頭、外から帝王ロイヤル、ユニコーンライオン伸びてきた、ここから勝負をかける、先頭変わった帝王ロイヤル、後続も横いっぱいに広がっている。残り 200m を通過して、オネスト抜けた、2番手はユーバーレーベン、オネスト、オネスト1着、2着にはどうやらユーバーレーベン、3着にダノンベルーガ。